際的にも有名な東京を代表する繁華街の一つ、六本木。東京メトロ日比谷線と都営地下鉄大江戸線が乗り入れる六本木駅は、1日に16万人を超える人々が利用します。周辺には六本木ヒルズやテレビ朝日、俳優座劇場などがあり、2007年には東京ミッドタウンのオープンに合わせてミッドタウンと直結する出口を新たに設置しました。ちなみに大江戸線のホームは日本の地下鉄の中で最も深い地下42メートルにあるそうです。